平成18年台風第8号は2006年8月に発生し中国に甚大な被害をもたらした台風である。進路図2006年8月5日21時に熱帯低気圧がマリアナ諸島付近で台風8号となりアジア名サオマイと命名された。命名国はベトナムで金星を意味する。また、 フィリピン大気地球物理天文局はこの台風について、フィリピン名、クアンと命名している。台風は徐々に勢力を強めながら北西方向に進み、10日に、石膏省雲州市の青南県馬丹陳沿岸に上陸し、11日9時には熱帯低気圧に変わり、12日9時に消滅した。速報値では、同年の台風7号は8月5日21時に、 発生したとされていたが、事後解析で8月6日3時に発生日時が変更されたため、この台風の方が先に発生していたことになり、台風番号と発生日時が逆転した。そのため実質的には、この台風が台風7号、台風7号が台風8号である。このような逆転現象は2000年の台風15号と16号の時以来6年ぶりの発生となった。 ちなみに、速報値ではこの台風と台風7号は、同時に発生した台風であったと同時に同時に、消滅した台風でもあった。台風により、最大瞬間風速秒速68.0メートルが記録されたほか、福建省、ネイトク市の福家内市では、潮位変差が4.01メートルの高潮が発生した。中国気象局によると、 この台風の上陸時の中心気圧は920ヘクトパスカルまで低下していたとされており、中国本土に上陸した台風としては過去50年間で上陸時の中心気圧が最も低かったとされた。石膏省州市やお南県の金剛鎮にある2つの村では家屋の倒壊が発生するなどし、地元政府は兵士や警察官、 消防隊員など300人近くで構成した緊急救助隊を現場へと派遣した。この台風により合計で458人が死亡した。この台風のアジア名であるサオマイはこの台風限りで使用中止となり、自順からはソンティンというアジア名が使用されることになった。ありがとうございます。